シャツなんかな冬は普通のスウェットとかの時もあるし、普通のパジャマの時もある。その夏はパジャマ持ってないからずっと T シャツなんか半袖のパジャマじゃなくて長袖のパジャマだけなんか買ってて、可愛いの見つけたら買おうかな。どこだっけ、自由のパジャマ可愛いの多いから、ね、今度買いに行こう。夏の冬は持ってるの、自由のなんか明治アポロだ、アポロ明治とチョコの会社の明治とコラボした、自由がコラボしたところの持ってて、なんかねピンクのねアポロの柄のやつを買った。いちごのそうサテン生地みたいな、それのパジャマを買った。そう可愛くって、発売される前になんかツイッターでね見てね、可愛いみたいな載ってて、えこれ可愛いと思って、なんかちょうどその時ねパジャマが欲しくて、そういうねパジャマが欲しくて、そうだから買っちゃった私でも T シャツ1枚寒くない、いやでもそんな寒くない、むしろ暑いぐらいT シャツでも暑い、暑い夏、ほんと夏、真夏はねめっちゃ暑い。アンロケで見るとメンバーみんな自由、あそうなんだ、メンバーみんな自由人気高いでもなんか自由のパジャマ持ってる人多いイメージある。可愛いのいっぱいあるもんね、いろいろなんかいろんな柄のがいっぱいある。そうなんかなんだっけ、リボンみたいな柄のやつと、そのねいちごのアポロのやつがあって、迷ってね結局アポロの方にした。でもなんか他にもいっぱい可愛いのあった、いろいろあった。ハニワのストロベリーフラッペ、あそんなのあるの、全然知らなかった。でもなんか今度さスタバの新作のさ、これはインスタで見つけたんですけど、インスタ見てたらなんか流れてきて、今度新作のやつがなんかいちごのやつらしくて、なんか名前忘れちゃったけどめっちゃ美味しそうだった、写真が。そのねいちごのなんたらなんとかフラペチーノストロベリーなんとかフラペチーノみたいなのが美味しそうだった。数年ぶりの復活らしいです。そうなんだ、今度見てみよう。スタバストロベリーフラペチーノ、あそのまんまか、そのまんまか間に何か入るかと思ってた、ストロベリーとフラペチーノの間に売れますよね。ね、あれめっちゃ美味しそうだった。なんかでも今売ってるやつ、今スタバのなんだっけティラミス？ティラミスはまだ飲んでないから気になるけど、どうしようかな。飲みに行くか迷ってる、そのスタバのティラミスのやつ。飲んだ人いる？感想聞きたい、いたら。美味しいのかな、でもちょっと気になるんだよね、ティラミス。ティラミス好きだから、ケーキ自体ケーキは好きだから、フラペチーノ
気になるけど迷っている。スタバよりドトール、ドトールか、ドトールあんま行かないですね。私はスタバ行っちゃう どっちかだったら。あんま行ったことないから。この前飲もうと思ったら売り切れた。ああ残念、残念だ。でもなんかあるよね、よくスタバの新作売り切れてること多い。そういうさ、そうなんか発売されてすぐとかさ、すぐ売り切れちゃうこと多いよね。パーティーまでもイラスト一言書いてくれるのか。なんかその時による、その時に、うん、なんかなんだろうね、書いてくれ、何も書いてない時もあるし、なんか書いてくれてる時もあるなんか結構バラバラ。でもなんか書いてくれてるとなんか嬉しいよね人もね、いつもね、新作以外だったらね、なんだっけ、ダークモカチップクリームフラペチーノかな、それを飲むんだよね。でも大体新作頼んじゃうけどね、新作がなんか飲みたいのあるときに大体行くから大体新作頼んじゃうんだけど、もしなかったりとか、なんかそういう新作じゃ、新作がそう、なんかそう新作以外飲みたいなって時はそれの、あとはね、前食べたねキッシュがめっちゃ美味しかったんだよね、スタバの。ほうれん草となんだっけなんとかのキッシュみたいなのが売ってあって、そういったスタバにそれがね美味しかった。また食べたい、一回しか食べたことないまだ気になってキッシュ、キッシュ食べたことがなくってね、そもそもで売ってたからスタバに、そのとなく頼んでみたら美味しかった。そう、本当はなんだっけ、なんかサラダラップみたいな、サーモン、アボカドサーモンみたいな、アボカドとサーモンのなんかサラダラップみたいなやつを頼もう頼もう買おうと思って、そのスタバの新作とそれをね買おうと思って行ったんだけど、なくて、そのサラダラップが。キッシュを買ったんですけど美味しかった。そう、なんかタルト、タルトっていうのは周りタルト生地で、中がなんかグラタンみたいな感じだった。なんかマカロニとか入ってないバージョンのグラタンみたいな、それがねめっちゃ美味しかったの。だからもっと食べたいんですけど行ってない、それ以来スタバキッシュって温かい、ね、私は温めてもらった、なんか温めますかみたいなの聞かれて温めてもらった、温めて正解だった、温めて美味しかった。温めたの、温めてないの、食べたことないからわかんないけど温めたの美味しかった。
桃鉄やったことある。桃鉄はやったことある。持ってる。家にある。そう、弟たちがスイッチ持ってて、そう、あの普通のね、あの大きいライトとかじゃなくて大きいやつ持ってて、大きいってか普通のやつ持ってて、あのスイッチが取り外す、スイッチじゃないわ、コントローラーが取り外せるやつ持っててね。それ以外にもね、普通のコントローラー、プロコン、プロコンも家にあって、でその取り外せるやつのスイッチも、スイッチじゃないわ、スイッチって言っちゃう、コントローラーも家に、2つあったから、それとスイッチの本体とは別に。だからね、そう、なんかあれ最大4人かな、できるじゃん。だから兄弟と一緒にやったりとかした。桃鉄でも最近してないんだよね。あれ楽しいよね。あれなんかさ、長ければ長いほど楽しくない、年数が。なんか少なかったらさ、結構さ、なんかすぐ終わっちゃうからさ、つまんない。なんか長い方が楽しい。いつかさ、いつかあの100年、100年できるじゃん最大、やりたいんだよね。やりたい。プレステ5はさすがに、プレステはね買ったことないから多分買わないかな。今まで使ったことない、やったことないから多分買わない。あのプレステやったことない。なんか任天堂のやつしかやったことない。なんかなんだっけ、 Wii とかさ、 DS とか。100年だと合宿になりそう。いやずっとさ、あの兄弟としかやんないからさ、うん、桃鉄家にいて。だから100年に設定して、そしたら、あでも画面あれか、あでもできるか。100年したい、いつか。何日間かかけて、2日ぐらいかかるっけあれ、2日以上かかる。いや1日じゃ終わんないのは知ってた。なんか何日間かかるって言ってて、2日ぐらいだっけ。なんか一回やってみたいなと思って。温暖化メンバーでやって、温暖化ね5人なの。5人でできるっけ、桃鉄4人までじゃなかったっけ。5人でできたっけ、あれ忘れかながっちゃった。なんかだからいつか100年やってみたいんですよね。そう、なんか前やってて妹たちと桃鉄何年でするって言われて、え100年でしようよって言ったら、そう、え長いからやだって言われちゃった。え今日じゃ終わんないよって、今日で終わんないよって言われたから、そっかって言って諦めた。でもいつかやりたいの、いつか100年をしたいの。絶対楽しいじゃん、楽しいじゃん。100年いつかしてみたい。オンラインで、オンラインで桃鉄できる、オンラインでできるのかな、わかんない。わかんない。普通にオンラインでしたことない。普通にでしかしたことない。103日、イエーイ、出てた。15分経過しましたって。103日。100年は30時間くらいくらい、え、じゃあもう2日だね。2日かかるね。1日ぶっ通してできないから、ただ絶対2日かかるわ。でもいつかやってみたいな。100年絶対楽しい。そう、なんかさ、なんか本当に少なかったらさ、あれじゃん、なんかなんだっけ、なんだっけ、なんか取り付くじゃん、なんだっけ、貧乏神かな、なんだっけ、忘れちゃった。なんか取り付いたらさ終わりじゃん。終わりじゃん。したらもう逆転できないからさ、ほぼさ、あれ取り付いて。
ボンビーボンビーかビンボが言っちゃった、キングボンビーボンビー、そう、それがさ取り付いちゃったらできない、逆転もう勝てないじゃんほぼあれ100年でやったらさ、あの絶対もうなんか逆転できそうだから、最後の最後に来ない限り最後の最後にさ来ちゃったらさ、キングボンビーとか来ちゃったらさ終わりだけどさ、来なかったら最後の最後じゃない限り逆転できそうじゃん、だから楽しそう、やってみたい。桃鉄で治療覚え、でもそこまでやり込んでない私まだえ、ほんと何回かしかしてないそうやりたいんだけどね、最近やってないですね、まだ全然、最近ゲーム全然してないよ。スマブラもう最近全然してない、なんか弟たちがスイッチ買った最初の頃はよくね、最初ねスマブラしか持ってなかったかな、スマブラとなんだっけ何持ってたっけな、分かんない、スマブラ多分一番最初スマブラだけだったかな、でもうずっとスマブラしてたからそう一緒にしたりとかしてたけど、最近はねそういろいろ弟がねフォートナイトずっとやってるかな、フォートナイトか YouTube 見てるかスイッチでがそのぐらいだなそんな感じだ。かな。あとはね、マリオカート持ってたから、持ってるからスイッチのね、もう時々したりとかかな。弟がね、弟が本当弟と妹か、妹が2人で、そうフォートナイトとか YouTube してたらさそう一緒にできないからさ、そうスマブラとかマリオカートだったら一緒にできるんだけど、コントローラーがさ、コントローラー使って2つにしてとかでできるけど、そうだから最近はしてないですね。エーペックス、エーペックスは多分しないと思う、弟と妹。エーペックスあれじゃなかった、なんだっけ、なんだっけ、スイッチとかじゃなくってさ出たのかな、なんか私が前なんかね言っててそう調べてみたら、なんだっけ、パソコンコンピューターみたいな、ゲーミングなんだっけ忘れちゃった、なんかそれでしかないみたいなの見た、なことスプレーでスプラトゥーン持ってないんですよそもそもないんですよ、そう、弟は持ってないからね、でももうそもそもやったことないスプラトゥーン、そのなんか親戚の人めっちゃゲーム持ってる親戚の人、お母さんのいとこがめっちゃゲーム持ってるんですけど、それがねあのその人がねスプラトゥーン持ってたんだけど、弟と妹しかやってないやってないでやったことない、その時に多分1回ぐらい、その時行った時に1回しかしないと私はそう見てただけしなかったスプラトゥーン、でもスプラトゥーンね前買うか迷って買わなかったんだよね、なんかお父さんとそのゲーム買いに行ってね、そう
なんかスプラトゥーン買うかもよって、スプラトゥーンなんか持ってたっけ弟たちって言って、なんか微妙な感じがしたから、持ってるか持ってたっけと思って聞いたら、え家にあるくないって言ってたから、あじゃああるのかと思って買わなかったら家になかったのないじゃんと思って、そうだから今度見かけたら買ってみようかな。もしえだって面白いんでしょ、面白いって聞く。スプラトゥーンなんかひなこがめっちゃハマってるよね、面白いって聞くから気になるけど、かな家に何があるか把握できないくらいゲーム、弟たちのゲームはね本当何持ってるか分かんないんだよね、本当分かんない。そのスプラトゥーンじゃないわ、あのスマブラとマリオカートあつ森なんかポケモンのやつ持ってて、でもポケモンの何を持ってるか分かんなくてあとはなんだ何持ってるっけ、なんか分かんないや、あ桃鉄か、桃鉄持ってて、あとはねなんかもう一個持ってたんだけど忘れちゃった、それ以外は何持ってるか分かんないそう弟たちのだからね分かんないんだよね私しないからさ弟たちのやつだから分かんない。私この間あれ買ったんですよ、そうスイッチはね、スイッチライトはね実はもうね家にあってね私のが家にあってね、だからソフトを買いに行ったんですよ、ソフトをぷよぷよ、ひなこがぷよぷよしてたからスイッチでぷよぷよしてたからめっちゃ気になって、そのぷよぷよがなんかめっちゃしたくなってね、ぷよぷよこれはもう買うしかないと思ってぷよぷよ買った、そうねぷよぷよだけ買ったわ。そうあつ森はさ家にあるからさ、そう弟がすごいねあつ森をやらせようとしてくるの そうまだゲーム全然やってなくって、そうレッスンとかもあるからな、まだ始めない方がいいかなと思ってまだしてないんですけど、始めてないんですけど全然、弟がねあつ森持ってきて今日これ使えないよって、新しい本体が違うから新しく始めれるよってすごい勧めてくるの、なんかよくわかんないけどゲームをなんかやらせたいらしくて、あつ森をすごく勧めてくるぷよぷよテトリス、ぷよぷよテトリスじゃないの買った、なんか e スポーツみたいなの書いてる方買った、なんかどっち持ってるか分かんなくてひなこがなんかひなこ持ってんのどっちだろうと思って、でもなんかその両方置いてあってね、両方ぷよぷよ e スポーツみたいな方とテトリス、両方できる方ぷよぷよとテトリス両方できる方が置いてあって、どっちだろうと思って迷った結果、なんかひなこがその画面見た時にそのやっててね、そのみつおちゃんと二人でぷよぷよ見た時に、なんかこっちっぽいなと思って e スポーツの方買っちゃった、合ってるか分かんないけど勘で買ってんの、そう勘で、なんかぷよぷよテトリスはぷよぷよとテトリスどっちもできるやつで、でもぷよぷよだけのやつもできるし、テトリスだけのやつもできるし、ぷよぷよとテトリスが混ざったやつもできるみたいなやつだったんだけど、そう
e スポーツの方かったなんかこっちっぽいなと思ってなんとなくこっちにしちゃった。まだ確認してない、してない、してないけど合ってるかなと思ってまあいっか、間違っててもぴょぴょできればいいやでもまだ使ってないそのゲーム買ったのはいいんだけど、いや分かんないけど、そうなんか、そうなんかね、なんだろう、なんでそっちにしたんだろうね、ほんとなんかそれっぽかったって、多分そっちっぽかったからだと思う多分そうそうでね、あつ森したかったけど、あつ森は家にあるから買わなくてできるなと思って、あとスプラトゥーンがしたかったからね、そう買うか迷ったんだけど、お父さんにあるよって言われたけどなかったっていう、そうだから、だからそう、また今度ゲーム屋さん行って買うか迷おうかなと思って、何買うかなんかいろいろあるよね今スイッチの。なんか今日 CM でさ、テレビの CM でなんかスイッチのなんか、なんか謎解きみたいなやつかな、ゲームのなんかやつをしてて、もうなんか 何日配信開始みたいなこと言ってて、だから普通にダウンロードして買うやつなのかな、めっちゃ面白そうだった、なんか謎解きみたいな感じのやつ、謎解き系好きゆかちゃん多分スプラ向いてない、嘘わかんない、スプラトゥーン、そうやったことないからわかんないんだけどモモテツもね家にあるからね、変わんない、できるから、どんなゲーム、どんなゲーム、なんか RPG 系が好き、ロールプレイングゲームが好き、なんか育てる的なやつとか、あとなんか謎解き系も好きだな、なんかね DS3DS のやつでソフト持ってて、レイトン教授かなのみたいなシリーズ1個持ってる、そういうのとかも好き、狩りは狩り、なんかあれか、なんか思い出せないけど、なんだっけ思い出せないわ、そういうのも、あのね、あんましたことないんだよね、だからわかんない、牧場物語はね 3DS で持ってる、あ、モンハン、そう、モンハン、モンハン、そう、出てこなかった、モンハンは、まあ、小学生3年生ぐらいの時の友達がねすごいモンハンをしてて、多分モンハンだったんです、もうね Wii かな、 Wii かな、なんか何かでね、 Wii じゃないな、なんだろう、何かね、なんかテレビゲーム、テレビのやつでやってて、なんか一緒にちょっとだけしたことあるんだけど、なんかよく分かんなかったその時は、その時やってたの、ほんと小学校3年生の時、めっちゃ前なんだけど、その友達がね、ほんとになんかハマってて、そうやってたな、あ、もう56分だ、じゃあランキング読もうかな、なんかゲームしたくなっちゃった、でもゲームはコンサートが終わってからやろうと思ってるの、そうだから、そうちょっとまだ封印してるじゃあ13位からランキング見ます。13位、サンタさん、ありがとうございます。12位、カズさん、ありがとうございます。
11位トッシーベビースターマンさんありがとうございます。10位バトニーさんありがとうございます。9位香港の春馬アットマーク強化推しさんありがとうございます。8位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイスさんありがとうございます。7位ニャーコアットマーク明日から強化推しさんありがとうございます。7位は今言ったわ間違えちゃった。次6位、ジョークスノーさんありがとうございます。5位、ラボーナさんありがとうございます。4位、ショートさんありがとうございます。3位、パープルアイアットマークさくらたん神尾さんありがとうございます。2位筋肉愛好家さんありがとうございます。そして1位がおんともさんありがとうございます。ありがとう。よし、じゃあそろそろ終わろうかな。もう58分だ、切れちゃうね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。配信ありがとうございました。おやすみ。またコンサート終わったらゲームしますねゲーム、そう、じゃあそろそろ終わろう。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。おやすみ。